はい、皆さんこんにちは、自宅でできる簡単エクササイズということで、私、金光慎介が、今回担当します。私がですね、提案する自宅で簡単にできるエクササイズ、一歩たりとも動かないエクササイズというのを紹介したいと思います。その場で、立ったこの場で一歩も動かない、でもしっかり、体を使って汗をかける、そして、ダンスの上達にもつながるという、そんな夢のようなエクササイズを、紹介したいと思います。まあ、簡単に言ってしまうとですね、アイソレーションをやっていくんですけども、ダンスを踊る上でアイソレーションは非常に大切です。自分の体を動かしたいところに自由に動かしていく、そういう、スキルを持っているとですね、新しいグルーピン、新しいステップがついた時に自分のものになりやすい、より表現力が増すということで、今日はアイソレーション、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。まずですね、状態からいきます。状態のアイソレーション、基本的に音楽に合わせてやることを想定してますので、すべてカウントは4カウントか8カウントの、カウントでやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、胸のアイソレーションですね。胸を前後に、アイソレーションします。コツとしては上体になりすぎないように、ちょうどこのあばらのトップが一番で一番下がってこれやります。そこから今度は、左斜め右斜め後ろ、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8、そこから回転します。1周、2周、3周、4周、分かりやすいようにですね、手を腰に置いておくと、あまりこの手の動かないでボディだけが動きやすいと思います。はい、反対、1、2、3、4、そしたら今度肩、この状態で1、2、3、4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 、2、3、
もしますけども、今度は下半身に行きます。下半身は円運動からいきましょう。ヒップをぐるーっと今左回しですね、左回します。トップをキープしたまま下半身だけ回します。1 2 3 4、反対、1 2 3 4。今度は前半の部分、円の前半の部分で取ります。2 3 4 1 2 3。これだけで少しダンスに近づいていきますね。2 3 4。ここにアッパーボディの収縮を入れていきます。1 2 3 4 1 2 3。ダブルでいきます。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。はい、今度はですね、足、下半身をシェイクします。1分も動かない。この場でシェイク、シェイク、シェイク、シェイク。動画で見えるかどうかわかんないですけどね。まあ、足をシェイクしてます。シェイク。はい、今度は、ショルダーもシェイク。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 はい、今度は、前後に早く。前後に早く。上体と下半身をつなげて連動させます。上は下半身とオポジットの動き、ね、対角線上に使っていく。はい、は逆、はい、1 2。今度はリズムを取ります。
さっきの、ヒップの回転の前半の部分ですね。これをよりですね、直線的な動きにしていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー。ダブルにして、今度膝を少し緩めてあげます。そうすると、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、1,2,3,4 これで随分と、ダンスに近い動きがアイソレーションとして出てるんじゃないでしょうか、ね、こういった形でですね自分の体を、自由に操る動かしたいところで動かしていくこういう感覚を、自宅でもほんの1秒でもいいんで、できると思いますのでぜひ皆さんやってみてくださいこれだけでも随分と汗をかくと思いますのでぜひですね毎日飽きずに音楽の好きな曲をかけながら、ご自身でチャレンジしていただけるといいと思います。頑張ってください。